いやはや奇遇だね。ご機嫌いかがかな、美月君。それとそちらは昨日の少年か。智明さん、どうもお疲れ様です。どうもす。って美月君に智明さん。ふん、京花君から話は聞いているよ。どうやら早速始めているみたいだね。はい、そちらも同じ件で。ああ、こちらはあくまで出向中の身としてだが、関係各社や観光庁を回りつつ市内の監視を続けているところさ。ってことはあんたもゾディアックの？ある程度は事情を説明されたみたいだね。美月君、京花君も困っていたよ。会長も心配されているだろうし、あまりおてんばは控えた方がいい。気をつけます。何か判明したらこちらにも連絡をいただけると。もちろんだとも。彼女は実に有能だが、それでもか弱きレディたる身だ。何かあったらそばにいる君がナイトとして守ってくれたまえ。僕の大切なフィアンセをね。え？それでは失礼するよ。驚かせてしまったみたいですね。彼の実家ミクリアグループはゾディアックの傘下にあるんです。代表の12企業ではないものの、ある程度の発言力を持っていて、先日幹部候補として森宮に出向してきたばかりです。幹部候補？ちなみに婚約者というのは本決まりではないんです。ただ私の親戚が話を進めていて、いろいろとしがらみがあるというか、おじい様は私に味方してくださっているんですけど。すみません、愚痴っぽくなってしまって。いや、なんつうか先輩も苦労してるんすね。巨大グループの令嬢ともなりゃいろいろあるんだな。さて、調査を再開しましょう。ある程度区切りがついたら、そちらのカフェとアンティーク屋に伺いましょうか。了解っす。
輝けミスティックノード。
待ってろヒーラー、絶対にこいつをお前に。あなたたち、ヒラギ、アスカ先輩、アリアドネで追ってきた黒犬もいましたね。どうしてあなたまで。ヒラギさんの代わりにお手伝いすることになりまして。ヒラギ、今そこから出してやる。もうちょっとの辛抱です。まずはその犬っころに引導を渡してやるとするか。まあ先輩はそこでゆっくり観戦してなよ。あなたたち、いけない、下がりなさい。レイブンのグリード、いいから逃げなさい。驚異の A ランク以上、あなたたちのかなう相手じゃない。私は自分で何とかするから。黙ってろ。いいから目を見開いてそこで見ていやがれ。俺たちがただお前に守られるだけの存在かどうかを。先輩方に教わった強さ、証明してやるさ。僕も変われたってことをね。お前らが取り戻させてくれた炎。モリニア学園生徒会長として、ヒラギさん、あなたを保護します。
するぞ。助かります。戻って来られた。ああ、そうみたいだな。ヒイラギさんは？ヒイラギ！ハスカ先輩！やれやれ、さすがというか。俺たちが手こずった相手を一撃で仕留めるとはな。ええ、さすがはネメシスの執行者ですね。先輩、大丈夫ですか？おい、まさか捕まって怪我でもしたんじゃ。どうして来たの？何度も言ったでしょ、あなたたちは素人だって。それなのにこんな七までわざわざ乗り込んできて、何かあったらどうするつもりだったの？でも美月さんも美月さんです。裏の世界に一般人を巻き込まない、ゾディアックにおいても守られているルールのはずでしょ。なのにどうして時坂君たちをここまで案内しているんですか？それは、そいつはこっちのセリフだっての。お前どれだけ周りに心配かけたか分かってんのか？俺たちにだけじゃねえ、くぐら屋のまゆちゃんにじいさん、カフェのマスター、ゆきのさんもお前のことを心配していた。なのにそんな協力者にすら相談もせずに一人で突っ走って、挙句の果てにあんな鳥かごに閉じ込められる羽目に陥りやがった。そんなのがプロの仕事なのか？まあ確かに素人っぽいかもね。俺が言うのもなんだが、少しばかり無謀だったようだな。私がいなくなっても代わりはいくらでもいるわ。この程度の危機すら乗り越えられないのだとすれば、私に執行者たる資格はない。ネメシスの人間としていつでも果てる覚悟はできている。ヒイラギさん、すでにサイフォンを通じて状況は本部に伝わっている。私が命を落としたらより上位の執行者が派遣されるでしょう。
グリムグリードの脅威すらたやすく退けられるような実力者が、その方があなたたちにとっても。いいわけねえだろ。俺もここにいる空や勇気、潮先輩も、わけのわからねえ異界かなんぞに巻き込まれながら、それでも無事に日常に戻ってこられた。お前に導かれて、みんなで力を合わせることで。だがもしお前を失ったら、俺たちはもう日常に戻れねえ。たとえどんなすごい後任ってのが代わりに来たとしてもな。どうして決まってんだろうが。お前がとっくに仲間として俺たちの日常の一部になっているからだろうが。その通りですよ。アスカ先輩やコウ先輩がいてくれたから、私まあ何は武士ってのは僕のスタイルじゃないけど、後任ってのは先輩ほど頼りになる保証もないしね。素直じゃねえな。だが確かに縁ってのは一方的に切れるもんじゃねえ。これまで柊木さんがこの地で結んできた絆、枷と捉えるか力と捉えるかはあくまであなた次第でしょう。私の負けね。あなたたちには今まで手伝ってもらった借りもある。それを踏み倒して消えようなんて不義理もいいところだったわね。その通りだ。そんでこっちはその何倍もお前に借りがある。そう簡単に貸し逃げできると思うんじゃねえぞ。この青春ドラマなんだか。まあこういうのもたまには悪くねえだろう。そうですね。これってキリがまた濃くなりやがっただと。え、元凶は倒したんじゃないの？残念ですが、先ほどの魔鳥は真の元凶ではありません。恐るべき力を秘めたエルダーグリードではありましたが。え、どういうことだ？あの魔鳥も黒犬と同じく眷属でしかないということよ。そもそも商店街の異界で私を捕らえた相手は他にいる。不気味な笑い声を響かせ左右の影の手を操る存在、それこそが真の元凶、グリムグリードに違いないわ。そんななら、その真の元凶は一体どこにいるんだ？今まで現れた眷属にヒントがあるのかもしれません。一見バラバラに見えますが、共通点のようなものがありますし。私も同じ考えです。影の手、黒犬、魔鳥、そういったものが登場するような伝説やおとぎ話めいた何か、それが元凶を呼び寄せる得意点となったのかもしれない。伝説やおとぎ話？ああもうわけわかんないって。なんだ、妙に引っかかるような。まさかな。
時坂君。いや、さすがにそんなはずはねえだろうが。もしもし、こうちゃん。もしもし、しおりか。お前今どこにいる。どこって学園だよ。もうとっくに放課後だけど。こうちゃんの方こそどこにいるの。いきなり早退するなんて。いや、それはなんてちゃんと分かってるから。ヒイラギさんが休んでいることと何か関係があるんでしょ。だってこうちゃんずっと上の空だったし、トワ先生にそれとなく聞いたら何か事情があるみたいだったから。大丈夫？無茶とかしてない？たく、かなわねえな。ああ、大丈夫だ。こっちは心配すんな。それよりなあ、しおり、最近童話を読んでただろ。あれってどういうものなんだ。ザ・ウィッチ・オブ・ミスティ・キャッスルのこと？え？なんだって？英語の童話だから、訳すと霧の城の魔女かな。ざっくり言うと、黒犬とか大ガラスを操る影の手を持つ魔女が出てくるの。中世が舞台で不気味なんだけど、綺麗で幻想的な情景が浮かんで、教訓的な童話としても完成度が高くて面白かったんだよ。あ、でも図書館に返しに行ったら、司書の人にこんな本あったかしらなんて言われちゃって、なんだか不思議だよね。あれだ、しおり、おい、どうした？あ、先輩。おい、今の声は。学園だ。ちょっと先輩。そういうことだったのね。私たちも急ぎましょう。もしもし、京香さん、すぐに学園方面の状況を。こいつは遅かったみたいね。城みたいな影が見えるが、まさかあれが学園。一体何が起きてるのさ。アスカさん、マヤちゃん、マスターも。アスカさん、よかった、よかったです。どうやら無事乗り越えられたようだね。はい、仲間たちの力も借りて。お疲れ様です、お嬢様。ヒイラギさんも無事にお戻りになられたようですね。ご迷惑をおかけしました。それで状況は。つい先ほど大規模な異界化が発生しました。第一種警戒体制を発令し、周辺の封鎖は完了しています。ただまだ下校していなかった一部の生徒や学園関係者が巻き込まれてしまったようで。そうらしいな。しおりも亮太も純もトワネーまでつながらねえ。くそ。千秋先輩や前部長にもです。やはり起きてしまったのですね。
グリム・グリードによる現実世界そのものへのエクリプスが。倉敷さんが図書館で借りた童話こそが得意点だった。過去に古い魔導書が異界化を引き起こした例もあるけれど、なんで学園の図書館にそんなものがあるのさ。何か裏がありそうだな。だが考えるのはとりあえず後回しだろう。ええ、巻き込まれた生徒たちを一刻も早く助けないと。柊木さん。ええ、私たちも改めて協力すべきでしょう。よろしくお願いします、美月さん。ならばバックアップは我々に任せたまえ。ミクリア様。トモアキさん。見せてもらうよ、美月君。それにネメシスのお嬢さん、恩衆としがらみを超えた先の大いなる輝きというものをね。誰この人。美月先輩の知り合いみたいだけど。相変わらず面倒くせえしがらみがありそうだな。あの巨大な扉はどうやら終点にたどり着いたみたいね。あの向こうに真の元凶がいるってわけか。しおり！図書館の司書の人ね。こんな奥深くにいたなんて。大丈夫か、しおり。おい、返事しろ。しおり。倉敷先輩。なんでこんなに苦しんでるのさ。どうやら他の人たちより強力な呪いを受けているようね。なんとか術で和らげられれば。私も手伝います。待ってろ、しおり。必ず助けてやるからな。お前だけはこの手で、何があっても絶対に。コウ先輩。どうやら腹をくくる時が来たようだな。はい。この先に待つのは、町一つすら滅ぼしかねない正真正銘の最悪。みんな覚悟はできている？とっくにね。言われるまでもね。今こそ真なる最悪に立ち向かう時でしょう。私たちの拳、
必ず届かせましょう。こっちも OK だ。俺たちの学園にここまでの真似をしやがった魔女、力を合わせてぶちのめすとしようぜ。あの巨大な扉といい、まるで謁見の間ですね。まったく、テーマパークも顔負けすぎるでしょ。この声は、ついにお出ましってわけか。来る。新証明かけねなしの化け物みたいだな。何者だろうが関係ねえ。いつまでも面白おかしく笑ってられると思ったら大間違いだ。とっととぶち倒して俺たちの学園を取り戻してやる。ええ、行きましょう。幾島流伝承者、いざ参ります。
行くわよ。クラゲシュブリザードピアス、シュートシュートセコフ、ブリザードピアス、ブリザードピアス、シュートシュートセコセコシュート、シュートシュートシュート、勇気、先輩たちも起きたか。大丈夫みたいですね。先輩、よかったです。やれやれ、このまま目が覚めないかと思ったよ。ここは森宮学園の屋上です。
異界化は先ほど無事に収束しました。とっくに夜だが、あの霧も完全に晴れたようだ。本当だ、星までくっきり見えて。それよりしおりたちはどうなった？心配ないわ。大丈夫なのか？ええ、呪いの影響も完全に消えているわ。 2,3 日もしたら体力も完全に戻るでしょう。すでに校内における事後処理も開始されました。生徒のみんなや職員の皆さん、久我山さん、九重先生、佐伯先生も無事に保護されています。そうか、みん、コウ先輩。さすがに気が抜けたか。必死だったもんね、先輩。ヒイラギ？いえ、ちょっとね。まさかグリムグリードをこれだけの少人数で、しかもよりにもよって素人を含めたメンバーで挑んで倒すことができたなんて、さすがにできすぎだと思って。そうですね、確かに帰り討ちにあってもおかしくなかったかもな。もう一度やれって言われたらさすがにちょっと自信はね。やっぱ素人には無茶だったか？いいえ、きっと私たちだったからこそよ。この森宮に生きるあなたたちと共に覚悟と決意を持って臨んだから、だからこそあれほど大きな困難を乗り越えられたんだと思う。ありがとう時坂くん、この学園に来たことが、あなたたちと出会えたことが私にとって何よりの幸運だわ。どうしたの？さすがにいくらなんでも臭かったかしら。いや、なんつうかそのお前が本当に笑うのを初めて見たような気がしてな。な、何よそれ。あれ先輩照れてる？かわいいです。はあ、やれやれだな。あのね、幻覚だったで納得できるわけないでしょ。こっちはレッスン第一刻で大目玉確定なんだから、せめて本当のことを言ってよ。ま、確かに無理があるな。そもそも皆さんはどういう？ええ、ですから。彼らにも一応記憶消去を試みてください。その結果を見て今後の対応を決めましょう。了解しました。お嬢様、図書館にあったという童話ですが、すでに跡形もなくなっているようです。そうですか、やはり第三者の介入、もしくは
いかがしますか。アングレカムを全面的に投入することも可能ですが。やめておきましょう。ゾディアックの猟犬、全面投入は火種になりかねません。その京香さんの古巣を悪く言いたくはないのですが。お気になさらず。では私の方だけで調査を続行します。お願いします。それに この先何があってもきっと大丈夫。彼らを見ているとそんな風にも思えてくるんです。回収してきたのだろうな。もちろん大いに役立たせてもらったよ。確かに。おかげでいい実験結果が得られた。僕の大いなる野望にまた一歩近づけたというものだ。礼を言わせてもらうよ、刻印の騎士殿。そちらが裏で何を企てようが興味はない。せいぜい足元を救われぬようにすることだ。これは手厳しい。それでは失礼する。またよろしく頼むよ。大した俗物ぶりだな。多少の騒動はあったが、それに見合う収穫はあったかな。ああ、絞り込めてきた。だがまだ手がかりが足りない。彼らにはもう少し動いてもらうとしよう。